メルクセローノはスイスのジュネーブを本拠とする製薬会社である。ドイツの科学、製薬企業であるメルクの医薬事業とスイスの製薬会社セローノの統合によって2007年に設立された。がん、不妊症、神経変性疾患などを主な治療分野とする。メルクセローノ本社メルクは2006年9月スイスのバイオ企業大手セローの社の株式の過半を 同社の所有者であったスイスの実業家エルネスト・ベルタレッリ及びベルタレッリ家から取得する方針を表明した。翌2007年1月の時点でメルクはセローの社の株式の過半を取得、同社を吸収合併して新会社マーク・セローのインターナショナル SA を設立した。名称については米国メルクがメルクの使用権を有する北米においてのみはエンド・セローの として、事業を行っている。メルクセローノが取り扱っている薬剤には、アービタックス、アフト、レビフ、ノバントロン、コナール、アバドレル、オビトレル、セロフェン、ゾアブティブ、ルバース、サイゼン、セロスティム、クルコファージ、コンクア、ユースラックス、ラプティバ、シアノキットなどがある。これら薬剤のうち、低語などとロピン性男子、生鮮機能低下症治療剤、 ゴナール F、下水体性症人症治療剤、最善などは、旧セローのヤシロが保有していた製品である。メルクセローのの日本法人は、2007年10月1日に、設立されたメルクセローの株式会社である。メルクセローの株式会社は、セローの社の日本法人として1976年から事業を行っていたセローのジャパン株式会社に、 メルク株式会社の医療用医薬品事業部を分離、統合することによって設立された。初代社長には、それまでメルクで、オンコロジー部門のアジア太平洋地域責任者を、務めていた、ウェイン・パタソンが就任した。設立時の体制は、社員数200人、MR80 人であり、本社オフィスは、旧セローのジャパンの所在地が引き継がれた。日本市場においては、主に、が 不認証、内分泌代謝の3領域における治療薬の開発、販売を行っており、設立翌年の2008年9月には大腸がん治療のための分子標的薬、アービタックスを日本市場で発売している。ありがとうございます。